うん、今のかなりいい感じだったんじゃない？ええ、今度のライブはこのアレンジでいけそうね。湊さん、気になるところはありましたか？この曲はこれでいいと思うわ。少し休憩にして次の曲に取り掛かりましょう。次の曲ですか？どうかしたの？ゆきなさん、今日練習する予定だった曲はこれで終わりですよ。スタジオの時間はまだ1時間残っているのに、思ったよりも早く終わったわね。今日はいつにも増してスムーズに進んだからね。氷川さんのおかげだと思います。演奏の方向性を丁寧に説明してくれましたから。うんうん、さよさんの説明すっごくわかりやすかったです。そうだとしたら桐ヶ谷さんに感謝しないといけないかもしれないわね。時々ギターを教えていると言っていたけれど、何か関係があるの？彼女に教えるようになって自分でも説明するのが上手くなった気がするんです。普通に説明しても理解してもらえないことが多いので、できるだけ丁寧に伝えるようにしていますから。初めはさよも頭を抱えてるみたいだったけど、いい影響があったみたいだね。ええ、説明しているうちに自分の音楽観や演奏表現について随分整理できた気がするわ。ただ今日の練習が順調だったのは今井さんのおかげでもあると思うけど。え？私？ああ、リサもアレンジについていろいろ意見を出してくれていたわね。おかげって言われると大げさな気もするけど、まあロゼリアのベースは私だし、ベーシストとして気になったところは伝えておこうと思って。リサね、前よりもたくさん意見とかアイディア出してくれるから、アコたちすっごく助かってるよ。作詞を始めてから今井さん変わった気がします。自分でもそう思うけど、面と向かって言われると恥ずかしいかも。っていうか、それを言うならアコとリンコも変わった気がするよ。そうですか？ええ、二人とも楽曲の解釈や演奏への集中力が上がったと思うわ。それはミラさんの影響だと思います。ミラさんと会えてたくさん勉強になったもんね。もっとたくさんのことを曲から感じないと最高にかっこいい演奏はできないなって思ったし。うん、胸を焦がすような熱を帯びた演奏、あんな演奏がまたできるようになりたいねってアコちゃんとよく話してるよね。フューチャーワールドフェスを終えてからみんなより深く音楽に向き合えているよね。それはユキナもでしょ。あのフェスの後から楽しんで歌ってるのが伝わってきてるよ。そうね、音が重なって溶け合って私たちの音として次第に研ぎ澄まされていくような、そんな感覚を覚えるほど音楽に没頭できている気がするわ。終わったならライブのことを相談しませんか？そういえば今度のライブの後はスケジュールが決まっていなかったわね。あと、ライブハウスでフライヤーたくさんもらってきました。きっとロゼリアにぴったりのイベントがありますよ。お、用意がいいじゃん、アコ。いろんなイベントのフライヤーがありますね。他のバンドのライブ情報のフライヤーも混ざってますけど。あ、このバンド、それ最近メジャーデビューしたバンドのフライヤーです。気になってたからもらってきました。へえ、メジャーデビュー。フライヤーの写真を見た感じ、私たちとはそんなに年が変わらない子たちなんだね。どんな演奏をするバンドなんでしょう。見たことないから気になってるんだ。このバンドの演奏なら見たことあるでしょ。
何かのイベントで共演したことが？いいえ、覚えていないかしら。フューチャーワールドフェスのコンテストの時よ。エントリーナンバー10、審査員賞を取ったバンドだと思うわ。すごい、ユキナさん、よく覚えてますね。私、あの時は緊張していたので、他のバンドの演奏を聴く余裕はなかったです。だよね、私も。さすがユキナ。それにしても、このバンドすごいよね。デビューしたばっかりなのに、大きなイベントに出演するみたい。本当だ、書いてある。新人枠っぽいけど、メジャーに行くとこんなイベントにも出られるんだ。音楽事務所に所属しているというのも大きいんじゃないでしょうか。確かに、このイベント、一般のオーディションがないイベントのようね。さよ、何か気になることでもあるの？あ、いえ、そういうわけでは。このバンドのことはともかく、この1時間は今後の予定を立てることに使いましょう。目標がないと練習の精度も上がりませんから。だね。このイベントなんてどうかな？どれ？見せて見せて。